上総神社から見た、中心市街地新宮城から見た、中心市街地新宮市は、和歌山県南部にあるし、熊野川の河口に位置する。熊野川の河口の西側に位置し、熊野山山の一つである、熊野早玉大社の鳥居前町として栄えてきた。また、熊野本宮大社への入り口として、熊野川の周運を利用した木材の集産地でも、あった。 和歌山県と三重県にまたがる熊野地方の中心都市である。1933年に東室郡新宮町、三輪崎町が合併して新宮市が発足した。2005年に新宮市が東室郡熊野川町と合併して新宮市が発足した。新宮市中心部周辺の空中写真。2019年10月5日撮影の36枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成新宮市佐野の町並み新宮市中心市街地市内の熊野川町、島津、玉木口が飛び地となっている山地河川当初太平洋側気候に属し気候は温暖だが雨が多く台風銀座でもある地区古代の新宮は熊野国像の領土に属し 日本初期には熊野三輪の村として登場した。戦国時代の奥熊野地方は、消防族が各地にあって、それぞれが独立して領地を治めていた。特に熊野三山とその周辺の土地は、宮山の領地として認められていた。その新領を七条公と呼ばれる人たちが合議制で経営していた。彼ら七人は、源の雪家の子孫、または、 新館の出身と言われている。その中で、堀内氏が力をつけてきた。堀内氏は、佐野に居住し、いつ頃かは分かっていないが勢力を張っていた石垣氏を、廃下に置き天文年間諸島には勢力を持っていた。江戸時代には、金朝野藩の筆頭画廊として、浅野家一門の浅野忠長が入るが一代で、ビンゴ見払え天校。 幕府にとって、木の国の南の要衝として重視され、徳川頼信川和歌山に入ると、新宮に水野和夫が上代として入った。新宮上代、水野忠中は、幕末期に、紀伊藩主、徳川家持を14代将軍に擁立するなど、中央政界にも活躍を見せた。明治維新の際、新宮藩となる。市長審議会定数、15、そのうち2人が女性で、 議員の13.33%が女性。新宮区検察庁新宮管理裁判所、和歌山県南部の中心都市として、地方支分部局などの出先機関が多く置かれている。新宮警察署新宮市立医療センター、新宮市立図書館新宮郵便局新宮市内の郵便番号は以下の通り。海外農業級新宮市域では、小松菜などの葉物野菜栽培が行われている。 旧熊野川町域では、ゆず栽培が盛んであったが、近年は人気を受けて、蛇腹栽培が盛んとなっており、生産量は、北山村と並ぶ程度に発展している。漁業三和崎漁港、新宮港の拠点がある。イワシ、サンマなどの海遊地点にあり、また、伊勢エビ漁などが盛ん。油の落ち、さっぱりした味わいのサンマは、名物のサンマ寿司、サンマの、 なれずしの原料にもなる。畜産、熊野牛の生産が盛ん。林業古くから、熊野杉の産地として知られ、旧熊野川町域は、林業で栄えた。工業木材の積み出し工であった関係から、製材業、製紙業が盛んである。多くは、新宮中市、町店イオン新宮店商業新宮市の経済は、主に、サービス業が大半を占めている。 市街地には八つの商店街と一つの専門店街がある。陸の孤島にありながら、大型商業施設が三つあり、奈良県と塚和村や三重県気宝町からの利用者も少なくない。経済圏としては、古くから新宮藩として存在していた原、三重県南部から田辺市元宮地域、南部は串本町までを有しており、約十万人経済圏の中心都市である。 また、近畿南部を、主に展開している多くは創業の地でもある。新聞社中継局電力ガス、上下水道電信近畿大学、附属新宮高等学校、中学校新宮市立熊野川中学校新宮駅、新大阪駅と結ぶ特急黒潮名古屋駅と結ぶ、特急南紀新宮南インターチェンジ市の中心となる、駅、新宮駅路線バス都市間バス高速道路、 国道剣道サイクルロードレース、ありがとうございます。